にちは皆さん。今は Ojika 島にいます。Ojika は小さい島は五島島にあります。とか私は島宿御苑の旅館に働いています。昨日は英語の日英語の日でしたはお時間の学校に行きましたとか英語とか学生と英語を話しました。楽しいでした。でも、全部の学生はちょっと静かでした。とか、英語はとても難しい日本人から。私の同じから日本語はとても難しい。わかります。学生をわかります。2ヶ月にここにいます。とか、全部の人ここにとても親切です。ここは私の好きなところ、好きなところ、とてもきれいから。とか短いの散歩、御苑の旅館からので毎日私は行きたい。いや今一人別なワークアウェイの人、めぐみさんは日本人はとかに東京から行きました。めぐみさんは子供の本屋とかジャズ音楽バーで働きていました。でも今は休みいます。めぐみさんと日本語を話してとか英語を話します。でもめぐみさんの英語はちょっともっと上手私の日本語より。でも日本語練習することができます。から嬉しいです。たよさん、ゲストハウスの CEO、英語を話してことができるの人だけ。から日本語練習ことができます。いいの場所、私から。楽しいです。楽しいです。とか、食べ物は美味しい。とか、田舎は綺麗。とか、たくさん可愛い猫。大好き。はい。ここのところ大好きです。見てくれてありがとうございます。じゃあまた。